元キンプリキシユータ、田植えしたけど稲刈りできず。9月末退場で、新米食えず、問題。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ジャニーズ事務所を9月30日で退場することになった元、キングピンス、キシユータ、27、が、レギュラー出演中の日本テレビ系、ザ。 鉄腕ダッシュ日曜午後7時で稲刈り問題が浮上した。それをクリアするためのウルトラシーが偉大な先輩、時代との合流だという。岸は22日に改めて金プリからの脱退を報告し、合わせて9月30日までジャニーズ事務所に所属させていただきます、と発表。 それまで自分のできることを全力でやり遂げるので皆さん見ていてください。と呼びかけた。ジャニーズを退場することは公表されていたが、その期日は調整中だった。主演映画、G メン、8月25日公開のプロモーションがあるため、グループ脱退後もジャニーズに残るのだが、退場が9月30日と発表されたことで稲刈り問題が浮上した。騎士は、ダッシュ。 で、23度目の米作り、として、福島大玉村での米作りに参加することが決定。山の斜面にある棚田で、7段のうち5段を出演者5人で1段ずつ担当するという案が時代の国分大地から提示され、岸もその一つを担当する。芸能関係者はいよいよ田植えの季節に入るのですが、問題は稲刈り。 田んぼのある大玉村あたりでは、例年、収穫が10月中旬くらいになるそうです。騎士は9月いっぱいでジャニーズを退場するので、このままでは田植えをしたけど稲刈りをして、出来上がった新米を食べられないかもしれないんです、と話す。自然が相手だけに、騎士のために早く稲刈りをするわけにもいかない。かといって、ジャニーズを退場後も、ダッシュ。 に出演できるかは不透明だ。ジャニーズを辞めた、いわゆる辞めジャニーは、これまで地上波番組出演で苦労しており、騎士も同番組の卒業が取り沙汰されている。このままでは、稲刈りを見届けられない可能性がある。それでも、継続出演のウルトラシーンが期待されている。国村の所属事務所、株式会社時オへの合流だ。 制作会社関係者は、騎士がジャニーズを退場した直後、株式会社 TOKIO に入るウルトラしいであれば、退場後も、ダッシュ、簡単ふ、の出演を続けることは可能でしょうと語る。株式会社 TOKIO はジャニーズの関連会社。ジャニーズの藤島樹林稽子社長が代表を兼務し、城島茂が社長、国部と松岡正宏がそれぞれ副社長を務める。 親会社との関係は良好で、やめじゃにとなった騎士の出演もスムーズというわけだ。騎士はキンプリだったジャニーズ退場の理由として、平野紫耀と同様に海外進出を挙げている。ジャニーズの先輩と共にネ狩りの瞬間を見届けて、世界へ。これは夢物語ではなくキンプリファン、通称、ティアラ、も願っているプランだ。東スポウェブ。